実は丸々すぎるツインターボに対するみんなの反応。ターボって地味に多彩だよね。というか修士が達筆なのはアニメからやってる打倒スピカだったかな。元ネタは四川機種がそうだったとか聞いたな。ムーンウォークもできて動画編集もやれる。動画編集？稲荷とのイベントで動画編集やってたな。稲荷の育成シナリオで潰れそうな戦闘の CM 作ったりしてる。走る方はクラシック時代に秋の上がり馬だったけど菊花賞行かずに有馬出走とか結構な上積み側なんだ。早く育成させてくれ。漢字苦手なのに達筆というわけのわからないスキルツリーの伸ばし方。語字でも読める方の漢字を使ってるから物を知らないわけでもないのがな。これ以上ターボのことを好きにさせないでくれ。実はお嬢様なんだろ。語字に関しては単語や熟語を音で覚えてて字の意味は覚えてないとかそんな感じじゃない。実装待ちの間にどんどん謎スキルを習得していく。育ちは良いんだろうなって感じ。ターボさんは可愛いですからね。ああ、アプリ世界でもパカチューブやってて、実は動画編集ターボがやってたりとかしないかな。実は民謡が上手いんだろう？ターボ可愛いすぎる。このまま行くとジャグリングとか棒高跳びとかリンボーダンスとか、その辺のスキルもいつの間にか取得してそう。星に実装された方が実は辛いと最近身に染みている。マチタンまだ星2のままだし。余ってるならさっさと女神像を使え。ターボの動画編集めちゃくちゃ凝ってるけど全キャプションに誤字がありそう。いじけながらチクチク編集してる姿が目に浮かぶ。可愛すぎる。ターボと結婚したい。ターボ実装されたら帝王賞走らせるんだ。何気に SSR が多いターボ。根性の方ぎっくり腰になった瞬間って言われててダメだった。正直いじけてるターボは見たいけど、かわいそうだから見たくないみたいな葛藤がある。もともと歌うまい人ってのは聞いたことあるけど、よくターボ声で歌えるなーって感心する。打倒スピカ。ターボって固有の歌はまだない？イベントもサポカもあるし、実装は再来年でも大丈夫よね？んなわけあるか。目白ターボだもん。一心同体だもん。目白の遠い親戚なんだっけ。脳内ターボシナリオをリピートしすぎて、いざ実装された時解釈違い起こしそうで怖い。育成だと玉の場合とは違った食ボスストーリーがありそう。菱山姉さんの方で片鱗見せてるし。育成させろ。習字、配達、ムーンウォーク、動画編集、お次はなんだ？はーん。ムー。北ちゃんターボのペア曲。トレーナーノートのターボのこといっぱい走らせて、が好き。脚本、演出、監督、ツインターボ。ターボも行くのもサポカ枚数自体は割と恵まれてるんだよな。しかしねえ、カノープスはアニバ実装濃厚で、行くのとターボどちらかが3周年に回される可能性が高い。どのくらい編集してるのかわからんけど、撮影とかならまーちゃんもやってるよね。再生数はあれだったけど。むむむ。やはりターボ師匠は強敵です。まだデビューもしてない馬娘のデビューもしてないこのチャンネルで、自主制作映画見せられても困るんだそもそも。行くのかターボどっちか星3にするとか？一応ターボの人気や需要は把握してるってインタビュー本では言ってたけど。人気高いと温存しそうな感じがする。未実装キャラがどんどん減っていってるのも確かだしね。その分新規発表即実装のケースが増えてきて、初期組がまだ来ないっていう状態も継続中。ビコペトロブロイは割と早い段階で専用服で走ってるのにまだ来ない。ターボ用の貯蓄石を早く消費させてくれ。こないだのライブでカノープスが揃ったのを見てしまったので、早くゲーム内でも4人並べて歌わせたい。ターボは星1なのが美味しいと思う。中長距離逃げ星1はいないから役割も被らない。ターボ長距離補正もらえるかな。マイル中じゃない？有馬走ってるから、
適正 C くらいはもらえるんじゃない？マイル買ってたかな。と思ったらダートマイル買ってたな。有馬も出たし、これは芝 A ダート A マイル中長距離 A だな。2200メートル行けるんなら G とか F ってことはないんじゃないか。馬ゆるで逃げしす追加メンバーになってくれんかのう。ターボは長距離いいか、よくても D じゃないかな。なら A だな。長距離 D にしてラスト目標有馬1着ぐらいのちょっと厳しいけど頑張れば。ってシナリオが欲しい。G2 取ってたっけ？ G3 止まり？オールカマー取ってるけど、ターボが走った時ってまだ G3 だったっけ？当時はまだ G3 だね。セントライト記念2着が惜しかった感じ。需要を受けること以外なんでもできる。ターボは固有でスタミナ削りそうな予感がするし、あんまり長距離走らせなそうな気もする。そこら辺はっきりさせたいので実装はよう。マイルというよりは中距離逃げだと思うけどね。晩年ダート走ってたと言っても、移籍してから1勝しかできてないんだよね。勝ってるならいいだろう。走ってるだけのうららちゃんがダート A もらえてるんだから。うららちゃんは別だ。アニメシーズン2を見終わったんだけど、まさかターボで涙ぐしょぐしょにされるなんて思わなかったよ。俺も先週視聴したところなので、メインストーリー4章のターボお披露目が刺さった。これが諦めないってことだー。いいよね。マックイーンに勝ったライスシャワーに勝ったツインターボ。ライスもターボが倒すってターボが言った時、史実も知らず初見で本当に倒すと思ってた人はいなそう。こんな元気いっぱいなアホガキで泣くわけないだろ。泣いたわ。モニターを見る帝王の衝撃を受けた顔がね。かつての自分やマックイーンみたいに美しいフォームはもう取り戻せないから絶望してた帝王にとって、汚いフォームでも勝ってみせるターボの走りはまさしく希望だったんだってわかるよね。同じチームから出てるイクノさんが走りながら応援してるのいいですわよね。レース前にはターボのやることもわかるけど、私も勝つ気で走りますと言っていたのにね。ターボのライブが見たいよ。レースに全力出したせいでヘロヘロで踊ってるの見て笑いたいよ。オールカマーを東海帝王復活と紐付けた監督は天才だと思う。帝王がしゃくり上げるのも含めて最高だったよ。そして最後まで帝王が引退を諦めるようにお願いしてたスペもすごく良かった。ここのところ負け続けてるからなー。勝ちたいなー。原作から考えると2年間勝ってないからな。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。